はい、皆さんこんにちは。中1数学方程式の解き方見ていきます。で、方程式いやもう知ってるよとか、もう解き方だってもうバッチリやってるよっていう人いると思います。そういう人はもうどしどし問題を解いていってください。で、いやこれちょっと初めて聞いたなっていう人はじっくり聞いてくださいね。はい、まずは方程式って何ぞやというのを説明するために、こんな問題を出しました。小学生の気持ちに戻ってくださいね。はい、300円の宝くじが当たったら、小学生宝くじ本当は買っちゃダメなんですけどね。はい、300円の宝くじが当たったら所持金が1000円になりました。もともとの所持金はいくらでしょうか。ビシッ、もうすぐ答え出たと思います。いちいち式にしなくても答え出たと思います。でも一応小学校ではこんな式を作っていたはず。四角足す、もともとの所持金ですね、四角足す300円、当たったよっていうやつ。そしたら所持金が1000円になりましたよ。で、この四角を求めるためにどうすればいいかっていうと、まあ、ひたすらここに当てはまる数字考えていきなさいって教えられた人もいれば、足し算の反対の引き算をすれば出るよっていう風に教えられた人もいるかと思います。で、そのやり方はもうね、小学校の話なのでどちらでもいいです。はい、とにかく700円というのが出ればいいわけですね。で、これが中学生になったらどうなるのっていうと、ただ単純に四角だった部分を X という文字に置き換えるっていうことです。で、そしたらここ X に置き換えたら X 足す300イコール1000という式が出来上がりますね。この X を使ってイコールを使っている、こういう式を方程式というふうに呼ぶわけです。で、方程式を解くとはどういうことかっていうふうになると、最終的に X という数字は何なのかというのを求める、 X イコールというのを求めるというのが方程式を解くということになります。では、実際解いてみましょう。X 足す300イコール1000というやつでした。これを X イコールにするためには、この足す300っていうのが邪魔なんですね。この足す300っていうのを、イコールを飛び越えてこっち側に行かせます。これ、移行って言います。イコール飛び越えるだけ。で、その時注意しなきゃいけないのが、符号が変わるということ。逆の符号になる。なので、今足し算だから逆の符号を引き算、マイナスに変わる。という風になるので、こっち側は X だけが残りました。X イコール1000-300。という風になって、X は700円という風に答えが出るんだよ。という風になります。で、この移行の仕組みなんですけど、これどういうことかっていうと、この足す300が邪魔なので、引く300をするんですよ。そしたら、300-300で、ここ0となって消えて、X だけが残る。という仕組みです。で、こっちを勝手に今引く300したから、平等にこっちも引く300してあげましょう。っていう風にして、1000-300という風になるわけです。ただ、こんな風に考える必要はないです。ただ単純にこれをこっちに移動させるんだ。その時符号が変わるんだ。という風に思っておいてくれれば OK です。はい、次です。また、小学生の気持ちで考えましょう。横の長さが3センチの長方形の面積が33平方センチメートルでした。じゃあ縦の長さを四角にして式を作り、縦の長さを求めなさいという風になっておりますね。そしたら長方形の面積というのは縦かける横で出るわけなので、四角かける3ですね。そしたら面積が33になりましたよという風になるので、はい、四角かける3イコール33ですね。で、この時小学校ではきっと掛け算の反対の割り算をしましょう。そしたら四角が出ますよっていう風に言われて、33÷3をして四角は11センチだっていう風に出したと思います。まあ、もしくは無理やり数をいろいろ当てはめて、この掛け算して33になる数求めなさいって言われたかもしれません。でも、中学生ではこうやります。まず、ここを四角を X に変えるんでしたね。で、方程式にします。そしたら、X×3、これを 3X にしちゃいましょう。で、3x イコール33という式を作り、この時最終的に x イコールにするためには、x にくっついてる3が邪魔です。で、さっきは足し算引き算の話だったので移項でよかったんだけど、今回は掛け算になってしまってるので、その時は両辺を3で割ってあげてください。そしたら、3分の 3x となって、約分でこれ1、1、1分の1、1x になるわけです。だけど、こっち勝手に3で割っちゃったので、こっちも平等に3で割ってあげましょう。そしたら、3分の33になって、約分で11っていう風に出るんだよ。ということで、11センチという風になります。それが、小数になってたらどうなるのっていうと、別にそのまま計算してもいいです。ただ、小数のまま計算すると、計算ミスが出てしまう可能性があるので、とても便利な方法があります。それは全部を10倍すると、この式の場合、全部を10倍すると整数になってくれます。これは 3x、これ 0.5 が5、で、これは1。なので 3x-5 イコール1。
というふうに全部小数にしたらもう簡単、ミスも少ない。そうしたらこのマイナス5を移項して、移項するから符号が変わるからプラス5になりますよ。そうしたら 3x イコール6になって、 x イコールにするためには3が邪魔、掛け算の時は両辺3で割ってあげる。そしたら1分の1になる、こっちは1分の2になる、ということで x は2というふうに求めることができます。はい、次、じゃあ小数の次は分数ですね。じゃあ分数になったらどうなるのっていうと、小学校まではまあここがなかったので、この分数の計算って通分しなきゃいけなかったですね。けど方程式は超簡単、イコールなんぼっていう風についた方程式の場合、なんと分母を消しちゃうことができます。分数のまま計算する必要は全然ない、通分する必要もない、分母を消してしまうことができる。その消す技というのは何かというと、今分母が7分の1の7と2分の1の2というのがありますね。この7と2の最小公倍数をかけてあげれば消えます。でも注意しなきゃいけないのは、その時全部に最小公倍数14をかけなきゃいけないっていうこと、これ忘れますから注意してください。どういうことかっていうと、まずこの7分の 1x、 これに14かけます。14かける7分の 1x で、この2分の 1x にも、14かけるので、14かける2分の 1x、忘れちゃいけないよっていうのは、プラス5、これにも14かけなきゃいけないよっていうこと、これを忘れないようにしてください。いかんせんもうこの分数のところばっかり目いってしまうと、この5に14かけるのを忘れちゃいますからね。はい、でこれを計算していくと、14と7で約分ができるので、1、ここは1分の1で、こっちは2が残るので、2×x、まあ 2x ですね。で、ここは 14×5 押したら70、そのままいきますよ。で、こっち 14×1/2、約分をして、こっちは1分の1で消えますが、こっちは7が残るので、7×x、つまり 7x が残ります。で、そうしたら 7x を移項して、さらにプラス70を移項して、左側に x を集めてください。そうしたら最終的に x イコールってできるから。で、右側に数字を集めてください。ね、でそしたら 2x-7x、 これ計算すると -5x、 こっちはそのまま -70 のまま、ね、移行してるから符号変わりますよ。でそしたら x イコールにするためには、あ、-5 が邪魔だから -5 で約分しますよ。そしたら平等にこっちも -5 で約分するから、-÷-2 になるからプラスですよ、答えは。で 70÷5 で14ということで、 x は14というふうに答えを出すことができるんだということでした。はい、次、こんな式がありました。 5x-4 イコール 3x-4a の解が3だよっていうふうに言われました。この時 a の値はいくらでしょうかっていうふうに言われてるんですが、解とは何ぞや、解とは何ぞやと言いますと、 x の値のことです。だからこの方程式、ここにまず数字が入っちゃうとして、頑張って解いてって x イコールにしたら答えが3って出たよっていう、そういう話です。でもう、今答え教えてくれちゃってるので、なのでこの答えを代入しましょう。 x のところに3代入する。 5×x を 5×3 にしましょう。 3x、まあ、3×x を 3×3 にしましょう。そしたら 5×3 で15、引く4はそのまんま、イコール 3×3 で9、引く 4a はそのまんま。でこれ整理します。ここ計算して11イコール 9-4a で、最終的には a イコールというふうにしたいので、右側右辺に a あるの気持ち悪い、そんな時どうすればいいかっていうと、まあ、全部を移項してもいいんですが、イコールを真ん中にして左右ひっくり返しても同じ値です。 1+1 は2の 1+1 と2をひっくり返しても2は 1+1、 同じことですよね。だからこれひっくり返しちゃいます。でそこから、a イコールにするためには、まずこの9邪魔なので、この9を移項します。そしたら -4a が残って、こっち 11-9 になるから2、そして今度 -4 が邪魔になるので、ここは掛け算になってるから -4 で割る、そしたら約分で1になる、約分で -2/1 になるということで、 a は -2/1 というふうに出せますよという、めんどくさいけど頑張っていきましょう。やっていけば慣れますか。はい、次、小学校の頃こんな比例式ってあったの覚えてますか。
ね、3対2イコール X 対10、ね、中学生になるとここに X が出てきます。で、この比例式解くのは覚えてますかね。内内外外ってやつですね。内側かけてイコール外側かけてっていうやつです。だからそれ分かったらもう簡単、内側かけて 2X イコール外側かけて30ということで、2で割って X は15というふうに出せばいいんだよということになります。さあ、方程式の解き方、これがまず第一の基本になりますので、しっかりと完璧にどんな問題も解けるっていう状態にね、持っていって、次の単元、方程式の利用に進んでいきましょう。以上、ご清聴どうもありがとうございました。